next to me is saying it. You may hear him. Down goes Frazier. Foreman is going about his job. Foreman is all over Joe Frazier. はい、こんにちは。これまで数多くの強いパンチのボクサーがいましたが、ランキング形式でパンチ力のあるボクサー上位5名を選んでみました。独断で決めましたのでご了承ください。なお、パウンド4パウンド形式で選出しましたので、ヘビー級以外のボクサーも選んでおります。では早速参ります。5位はワイルダーかレノックス・ルイスと迷いましたが、レノックス・ルイスに決めました。戦績は41勝2敗1引き分け、41勝のうち32試合が KO 勝ちです。ルイスは196センチ、ワイルダーも201センチと共に大柄なボクサーで KO 率は高いのですが、ルイスを選んだ要因は、ルイスは強い対戦相手でも KO したことです。ルイスはあのマイク・タイソンをも KO しているし、ドノバン・ラドックやトミー・モリソンをも KO しております。ルイスの特徴は左ジャブで距離を取り、強烈な右ストレートを叩き込んできます。右のカウンターも強く、接近すると左右のアッパーでも KO します。ちなみにアマチュア時代にはオリンピックの決勝でリディック・ボーも TKO で破っています。第4位は元スーパーウェルター級とミドル級王者のジュリアン・ジャクソンです。55勝のうち49の KO 勝利があります。ジュリアン・ジャクソンはアジアで無敵を誇った白人鉄を3ラウンドで簡単に KO したり、テリー・ノリスを2ラウンドで KO しました。ジャクソンは特に右フックが強く、このパンチを受けた多くの対戦者は失神するように倒れているのです。But falling ever further behind him. Oh no! That's what we were worried about. He won't get up from that. He's out. A right hand. It's all over. He's out. And down goes Milton. Julian Jackson's のパンチは天性のもので、アマチュア時代にプロボクサーとスパーリングをした時、いつもプロボクサーが簡単に倒れていたと言ってます。これらの試合を見ても分かるように、ジュリアン・ジャクソンのパンチの射程距離は近いのです。だから相手がテクニシャンや強打者の場合は、逆にジャクソンが打たれるリスクもあるのです。さらにジャクソンは打たれもろい一面も持っていたので、負けた6敗は全て KO 負けなのです。ジャクソンのボクシングはまさに倒すか倒されるかなのです。続きまして第3位はアーニー・シェーバースです。シェーバースは世界王者にならなかったので、あまり日本では知られていないかと思います。14敗と負け数は多いのですが、対戦相手はモハメド・アリやラリー・ホームズなど、レベルが高かった頃のヘビー級戦線で戦ったことと、40歳まで現役でいたこと、そしてスタミナ不足のため後半にもつれるとあまり強くなかったことで、負け数が多いのです。3位に挙げた理由は、ジョージ・フォアマンとアーニー・シェーバースと戦った経験のあるリロイ・コールドウェルというボクサーが、一番パンチ力があったのはシェーバースと公言しているからです。そして実はアメリカではシェーバースこそ史上最もパンチ力のあるボクサーという人が多いのです。Now, know you fought Foreman, Lyle, and Shavers. You're the biggest punchers in boxing. Shavers? So, Shavers is the biggest puncher. What about Foreman? Foreman was a big puncher, but it's a different type of punch. Foreman had like a boom, boom. Shavers had like a shocking punch, you know? Yeah, man, shocked his ass.
Oh, sorry. Who's the strongest? No, the strongest. Strongest man, just in terms of. Ernie Schaefer.続きまして第2位はマイク・タイソンです。当時マイク・タイソンはフベドの格闘家で一番強いと言われ、世界中の誰もが恐れていました。ちなみに全盛期のタイソンのパンチ力の衝撃度は1トンと言われております。マイク・タイソンは初期の頃年間10試合以上していたのですが、1989年のフランク・ブルーノ戦の前に傷害事件や離婚問題で8ヶ月ブランクを作ってます。そのブランクの後、タイソンは衰えていくのですが、ブルーノ戦前のタイソンは35戦全勝 31KO の無敵状態でした。タイソンは180センチにも満たない身長なので、相手のパンチを避けて踏み込んで距離を詰めなければなりません。タイソンは頭を振る練習や一瞬で距離を詰める踏み込みを反復練習で養ったのです。タイソンが頼っていたカスダマトが亡くなってから、タイソンの練習量がみるみる落ちていったので、晩年は一瞬で距離を縮めることができなくなったのです。D'Amato was the teacher. Tyson became an obsession. It's history. While in the gym, he practiced D'Amato's peekaboo style, fighting with one's hands high, as if in a defensive. ナンバーワンはジョージ・フォアマンです。そのパンチは象をも倒すと言われ、実際大きなヘビー級ボクサーをなぎ倒していきました。ヘビー級のボクサーが吹っ飛ばされて倒される姿にはいつも驚かされました。特にアメリカ中を驚かせたのはケン・ノートン戦とジョー・フレイジャー戦でしょう。この2人の強敵を共に2ラウンドであっさりと KO してしまうのです。当時世界最強と言われたジョー・フレイジャーを叩き潰した試合はキングストンの惨劇と呼ばれたのです。ジョージ・フォアマンは28歳で一度引退し、10年後に復帰します。しかし、肥満した体と10年のブランクでスピードが鈍くなり、誰もがフォアマンに期待していなかったのでした。それでも、ジョージ・フォアマンはパンチ力がすごいので KO の山を築き、45歳の時に WBA、IBF 王者のマイケル・モーラーに挑戦するのです。しかし、試合展開は王者モーラーのスピードについていけず、10ラウンドまで一方的に打ちまくられる展開となりました。